タイのバンコクにあるこの金の仏像は、以前は漆喰で覆われていたため、不出来な工芸品のような見た目であった。13世紀から14世紀頃にインドで掘られたと考えられ、1801年にバンコクに到来。ワット・チョタナラム寺院に飾られた後、1935年にワット・トライミット寺院に移された。だが、2.7 メートルある仏像は、あまりにも巨大で価値がなかったと、何年も寺の外に放置されていたが、1955年、バンコクの別の寺院に運ぶ最中に落下。漆喰が割れて、中からはなんと黄金像の一部が現れたのである。残った部分を取り除くと、中には18金の像が急分割されており、また分解して移動できるように鍵も付けられていた。おそらく17世紀にビルマの侵略から守るために漆喰で覆われたと考えられ、この作戦は功を奏し、侵略者は価値がないと思い、像には目もくれなかったようだ。2018年5月、奈良の法華寺にある高さ73センチの菩薩像の中に、なんと180点の納入品の存在が確認された。700年前の像は、文殊菩薩と呼ばれるもので、獅子の上に座り、仏典と刀を手にしていることが多いという。獅子の上に座るということは、猛獣を手なずけた証で、書物は知識を、剣は無知を切り開いたことを表しているとされる。180点の中には、巻物や容器が含まれ、そのうち30点は頭部から、残り150点は胴体から見つかっている。巻物は CT スキャンで判明し、内容を確認することはできない。これまで納入品を取り出した形跡はなく、まだ開封されていない。納入された巻物や容器の中身は鎌倉時代のもので、当時の貴重な資料が保管されていると考えられ、極めて文化的価値が高い。数年前、スペインの聖アガタ教会にあるキリスト像の中から意外なものが見つかった。修復作業中に像の殿部のあたりを取り外すと、中から2通の手紙が現れたのである。この手紙は1777年にスペインのヘルブルゴ・デ・オスマ大聖堂の聖職者ホアキン・ミンゲスが書いたもので、内容はこの像の制作者と他の大聖堂にも同じ像を作ったと書き記していた。さらにミンゲスは小麦やライ麦などの収穫に成功し、ワインもたくさん貯蔵できたこと、また村では腸チフスが流行ったことや、ボール遊びやトランプで暇つぶしをしていること、当時の国王カルロス3世がマドリッドに宮殿を構えたことも付け加えていた。この教会は回収した手紙を複製し、原本は保管のためブルゴスの大司教に送られ、複製した手紙はまたお尻の中に戻された。2016年、オーストラリアの美術省が645年前の東部像から古い中国紙幣を発見。紙幣は標準的な手紙ほどで、現在のものより大きく、1371年発行と記されており、明朝時代のものであることがわかる。その価値は1貫で、当時の銅貨1000枚、銀貨 28g に相当する。また紙幣には偽造者を通報するようにとの記述があり、偽造犯の首を跳ねると脅している。これは最初期の紙幣であり、当時このような紙の通貨が使われていたのは中国だけで、ヨーロッパではまだ硬貨が使われており、約300年後に徐々に紙幣と切り替わっていった。これは象のオークションの準備をしていた時に偶然見つかり、2人いた以前の所有者は見つけることができなかった。もちろん紙幣もオークションに出品された。この半人半山の巨像は、1500年代後半にイタリアの著名な彫刻家ジャンボローニャが建てたもので、険しいアペニン山脈を象徴しているという。
メディチ家の大公、フランチェスコ一世が気まぐれな愛人のために作った広大な庭園には、迷路や噴水、洞窟などがある。鍾乳石のヒゲが特徴的な山の神は、アペニーノという名にふさわしく、高さ10メートルもあり、さらに驚くべき秘密が隠されている。内部には、巨像に命を吹き込むための様々な仕掛けがあり、いくつかの隠し部屋がある。左手に持つ獣からは地下水が流れ出し、頭部の部屋から火を灯すと鼻から煙が出るように設計されているという。他にも噴水や楽団用の小部屋もあり、現在それらにつながる通路には貝やサンゴ、真珠などで飾られている。2014年、ボストンの旧州議事堂にある黄金のライオン像の中にタイムカプセルが収められていたことが判明。回収のためにライオンの頭部から王冠を外すと、中から銅製の箱が見つかった。とはいえ、誰も知らなかったわけではなく、埋められた1901年のボストングローブ紙には中身が報じられていた。だがすぐに忘れ去られてしまったようで、制作者の子孫が彼の手紙を見つけ、タイムカプセルと中身のことがされていた。カプセルには新聞の切り抜きや写真、ボストンの政治家や市民の書簡も入っているようだ。市当局は22世紀に再び見つけてもらえるように中身の複製を作り、新しい記念品とともに像の中に入れておくつもりだという。シェイクスピアの悲劇ロミオとジュリエットの舞台で有名なイタリアのベローナであるが、2015年、像の修復作業中、ジュリエットのブロンズ像の中から数百個の鍵とラブレターが見つかった。この像はジュリエットの故郷であるベローナに設置され、観光名所となっており、建てられた1969年以来、右胸を触ると幸運が訪れると言われているため、徐々に劣化し、亀裂ができていた。やがて観光客が亀裂に手紙を差し込むようになり、鍵もたくさん詰められていた。ここではカップルたちが南京錠に名前を書いて飾り、鍵をどこかに捨てたり隠したりしていた。これらは修復師が亀裂を防ぎ、像の複製を作っていた時に初めて見つかった。2014年、オランダの博物館に貸し出されていた中国の仏像の中に、なんと本物の僧侶のミイラが入っていることが判明。この僧は10世紀頃に即身仏となったようだ。自らミイラとなる即身仏の手順としては、死の3年前から準備が始まり、入定と呼ばれる永遠の瞑想に入る。石棺の中で1000日ほど木の実や根、樹皮だけしか食べず、毒性のあるお茶で徐々に体を弱らせ、もう1000日を過ごし、反応がなくなると埋められる。その後に遺体を掘り起こし、腐敗していないか、ミイラになっているか確認するという。このようなミイラは珍しく、仏像の中にあるのは極めて稀である。僧侶はミイラになって200年ほど寺に展示されていたが、遺体が徐々に傷つき、仲間の勧めで像の中に収められた。ミイラを取り出すと壊れてしまう恐れがあるため、詳しく分析されていないが、X 線検査の結果、完全にミイラ化していることが確認されている。2014年、メキシコでキリスト像を修復中、本物の人の歯が取り付けられていたことが発覚。忍耐のキリストと呼ばれる300年前の像を十字架にかけられるのを待つ姿を表現したものであるが、なぜ本物の歯が付けられたのであろうか。とはいえ、ウサギの前歯をつけた赤子のキリスト像や犬の歯のついた悪魔の像など、メキシコの古い像には本物の爪や歯、髪の毛が取り付けられたものが多いという。像の歯は傷も見られないが、口は常に閉じられており、ほとんど見えず、X 線写真を撮影した時に初めて本物だと気づかれた。おそらくこの歯は信者が教会に寄進したものではないかと考えられ、
17世紀から18世紀にかけ、メキシコのキリスト教徒は自分の体の一部を教会に提供することがよくあったという。あるいは無理やり抜かれたものかもしれない。フロリダ州オーランドにはジョニー・レブという南軍の兵士像が長年置かれていたが、この像は差別的で白人至上主義の象徴であると激しく非難され議論となっていた。結局2017年に撤去されたが、驚くことに363キロある像の下に金属製の小箱が隠されていた。箱の中には南軍の旗やドル紙幣、男性が健康を害して溺死したという1991年の新聞の切り抜き、またオカラの町で開催され南部連合の娘たちが参加した会合の議事録などが入っていた。開封中にはアリやゴキブリが出てきたというが、一世紀以上も前のものにしては中身はかなり状態が良かった。その後ジョニー・レブ像はポーランドのグリーンウッド基地に移設され、南軍兵士37名の墓のそばに設置された。